スターキングは SF 作家エドモンド・ハミルトンによるスペースオペラのシリーズ。主人公の名前からジョン・ゴードンシリーズと呼ばれることもある。スターキングとスターキングへの帰還、ハミルトンが妻の SF 作家リー・ブラケットと合作したスタークザ・スター・キングスの3作からなるが、スタークザ・スター・キングスは日本語訳されていない。スターキングは アメイジングストーリーズし1947年7月号から掲載された。1949年にはフレデリック・フェル社からハードカバーの単行本が、1950年にはシグネットブックス社からビヨンド・ザ・ムーンのタイトルでペーパーバックが刊行された。さらに1951年にはイギリスで、続いてフランスでレロワ・デート・ワール、ドイツで ハーチェン・イン・ウェルティン・ロームのタイトルで出版された。続編のスター・キングへの帰還はアメイジング・ストーリーズし1964年9月号に掲載されたキングダム・オブ・ザ・スターズ1965年4月号に掲載されたザ・ショアーズ・オブ・インフィニティ・ファンタスティックし1968年12月号に掲載されたブロークン・スターズ アメイジングストーリーズ史1969年5月号に掲載されたホラーフロムザ・マジェラニックの中編4つをまとめたもの。20世紀の地球人、ジョン・ゴードンは2000世紀の中央銀河系帝国の大、に王子ザース・アーンの誘いに応じ、精神をザースと一時的に入れ替えた。その時謎の集団が未来の地球にある研究所を襲い、ザースを拉致しようとしたが、 ちょうど付近にいた帝国軍の艦艇が撃退した。宮殿のある惑星、スルーンに戻ったザースに対し、死者がメッセージを持ってきた。それは、帝国と暗黒星運同盟との関係は良好であるとする嘘の内容だったが、周囲の人々はそれを信じ、ザースは監禁されそうになった。艦隊司令長官コルビュロが、ザースにしばらく身を隠した方が良いと進言し、ザースと 彼との婚約発表の儀式のために、スルーンを訪れていたフォーマルハート王国の王女、リアンナを帝国軍巡洋宇宙艦マーカブ号で、フォーマルハウトへ連れ出そうとした。その直後、何者かによって皇帝アッパスが暗殺されるが、身の潔白を証明しようとしたザースの願いも叶わず、マーカブ号は強引に出発してしまう。艦が向かった先はフォーマルハウトではなく、なんと、 韓国性運動名の本拠地サラーナだった。コルビュロも同盟の一員だったのである。本拠地でショールカ感とあったザースは同盟が最も恐れている超兵器ディスラプターの秘密を自分の記憶から盗まれそうになったが体はザースでも精神はゴーオードンであるために失敗した。ザースは時間を稼ぐために海外政権の皇帝になっても良いと申し出。 同盟に寝返ったふりをして、本物のザースから情報を引き出すことを提案した。ショール艦はこれに同意し、敵艦を内部から破壊するという新兵器を搭載し、レーダーには映らない、ファンタム巡航宇宙艦デンドラ号に、ザースとリアンナを乗せて研究所のある地球へ向けて発進させた。帝国艦船のレーダーを避ける闇航行中に、ザースは、 機関室に入り込みや未航行用の装置を破壊した。このため、帝国艦艇に見つかって攻撃を受けたデンドラ号は大破したが内部から破壊する武器によって敵を返り討ちにした。エネルギー発生機が2台しか動かず満足に航行できなくなったデンドラ号は近くの惑星に不時着し、皿穴に向けて救助信号を発信した。その夜、 ゴムでできた人間のような体をした怪物の群れが、デンドラゴを襲った。それらは撃たれても死なずに液状になるだけだったが、宇宙船の発進に使う圧力線放射装置を船の周りに設置して、撃退することができた。再びゴム人間の襲撃が始まった時、ザースは通信室に潜り込み、デタらめな信号を発信した。通信のためにエネルギーが不足し、 出力が低下した放射装置の隙間からゴム人間が侵入しザースとリアンナを担ぎ出した。その時サラーナからの救助宇宙船が到着した。それを追って4隻の帝国軍艦艇がやってくる。同盟の艦隊は帝国軍に戦いを挑むがあえなく撃破されてしまった。帝国に保護されたザースとリアンナは艦隊機関 S 運号に乗せられたが、それは コルビューロが指揮する官だった。ザースは、宮殿のある惑星、スルーンでの裁判を要求したが、コルビューロは拒否し即刻処刑を命じた。堅くクに処刑を命じるコルビューロに、艦隊士官のハルバーレルや艦長のバルマーランらは疑惑を抱く。通信士官によると、ザースを逮捕したこともスルーンには知らせていないらしい。コルビュロは、艦内放送で反乱が起きたと放棄を呼びかけ、 艦内でザース派とコルビュロ派との戦闘が始まる。ザースは戦線を突破して無戦室へ行き、他の官邸に応援を求めていたコルビュロを射殺。S 運号は4隻の戦艦の監視を受けながら惑星、スルーンに向かった。スルーンに到着したザースは身の潔白を証明するべく賭けに出る。かつて彼をサラアナに連れて行った。 巡洋宇宙艦マーカブ号の艦長エルドーレットを尋問したのである。白を切り通す艦長に対してザースは言った。乗組員の全員が口裏を合わせることはできない。一人くらいは白状する者がいるぞ。身の危険を感じた艦長は無罪方面を交換条件として答えた。ザース殿下の言うことはすべて本当です。ザースにかけられていた疑いは晴れ。 艦長が書いた反逆者リストには、オース・ボドマーをはじめとする宮殿の側近たちの名前もあった。早速反逆者を逮捕させたが、ボドマーは逃亡。ザースはディスラプターの保管室に向かい、兄である皇帝ジャルから、その操作方法の一部を聞く。しかし通路に隠れていたボドマーが発砲し、ジャルは瀕死の重傷を負う。 ディスラプターの防護設備がボドマーを倒すが、ジャルは重傷のみで出撃できない。帝国側につくべきか悩む、後世王国軍に対して皇帝の摂政となったザースは、ディスラプターを保管室から運び出して言う、私はこれをもって出撃する。お前たちはどうするとすべての後世王国は、帝国と共に戦うことを決め、艦隊を出撃させた。ザースは、 戦艦 S 運号にディスラプターを設置し、JAL に詳しい操作方法を聞いた。帝国側の艦隊は、同盟側の敵艦を内部から破壊する兵器によって大損害を受けていた。ディスラプターの目標空間に敵を集めるため、ザースは帝国艦隊に交代を命じた。その時、S 運号のステレオ通信機画面に棒のようなものを持った一団が映り、 棒からはエネルギー波が発射されて、環境の壁を焦がした。これが、例の艦を内部から破壊するという兵器であった。帝国側は高速通信に切り替え、この兵器の被害は激減。目標を捉えたザー,ースは、JAL から聞いた通りに装置を調整し、ついに、ディスラプターの発射スイッチを押す。しばらくは何も起こらず、発射は失敗かと思われた。 やがてレーダーの画面に黒いシミが現れ、どんどん広がっていく。ディスラプターは、宇宙空間そのものを消滅させる兵器だったのだ。同盟側の半数の艦艇が消え去り、エスン号も強大な揺り戻しに翻弄されたが、なんとか乗り切った。ザースが言った。二度と使うことのないよう、神に祈ろう。同盟の残党は、ー穴に向けて逃げ出し、それを追う、帝国艦隊。 サラーナの上空から降伏を呼びかけるザースに対してショール艦の部下からの応答があった。艦隊は武装解除しました。ショール艦は死にかけています。ステレオ通信機にショール艦の品種の姿が映し出された。彼は言った。ゴードン、私は君の世界の先祖がいるかもしれない。時代を間違えたよ。そして彼はデスクに前のめりになって死んだ。 サラーナへ着陸した占領部隊も武装解除されていることを確認した。ザースは惑星、スルーンは戻らず、地球に向かうことを命じた。全銀家系がザースの帰りを待ち望んでいる中で、部下たちは怪念な表情をした。地球に着いた時、ザースは春を呼び、研究所に入った。記憶を頼りに装置を操作し、指示を出したらスイッチを入れるように伝え、 過去に呼びかけると、本物のザースとの連絡がついた。装置の操作に関して、ゴードンの質問に答えるザース。装置の準備はすべて整い、春がスイッチを入れた。ゴードンは目覚めた。ニューヨークの馴染みのベッドと部屋だった。鏡で見る顔も、ゴードン自身のものだった。スルーンでのリアンナとの思い出に浸りながら、ゴードンは仕事に没頭した。絶望から救ってくれるのは、 仕事だけだった。数週間過ぎた時、リアンナの呼ぶ声が聞こえた。ザースは、精神が時間を超えるなら、体も時間を超えられると言っていると、銀河系帝国での記憶を妄想だと思い込み、精神科医に通うジョン・ゴードンは、次第に回復していた。だが、肉体を送信できる装置を開発したというザース、アーアンからの更新が、また届き始めた。ある深夜、 ゴーオードンから精神科医に電話が来た。ザースが準備ができたと言っている。リアンナも待っている。先生。医者がゴードンの部屋に駆けつけると電話の受話器が外れたままで彼の姿はなかった。時空を超えてスターキング世界の地球の研究所に心身ともにやってきた。ゴーオードンだが愛するリアンナ王女との再会もつかの間、二人の心はすれ違う。リアンナの故郷。 ホーマルハウト王国に向かう宇宙船に登場したゴードンは、辺境白たちが反帝国の意志を持っていることを知る。高校中に待ち伏せされていることを察知した一行は、進路を惑星テインに変更した。ここは、ナラステインの根拠地惑星でもある。一行はフードをかぶった不気味な生物に出会った。それの近くにいると恐怖を感じるような。ここでもリアンナの命が狙われていることを知った。 一行は犠牲を出しながらも何とか脱出に成功し、ホマロートに戻ることができた。リアンナの宮殿での会議で、この王国の艦隊だけでは問題に対処できないとの結論が出され、帝国に救援を求めるためにゴードンと交換が惑星、スルーンを訪れることになった。スルーンに到着した二人は、早速ジャルやザース、各王国の代表たちと会議を持った。 その中で辺境にある R 星域に謎が隠されていることが分かり、小型の宇宙船で調査することになった。ゴードンとハルバーレルなどが乗り組んだ宇宙船は隠密航行をしながら R に接近した。だが着陸の時に操縦していたハルが何者かに精神を操られてしまい墜落してしまった。生き残ったのはゴードンとハルの二人だけだった。そこには ショール艦がかくまわれていた。ショール艦もも、母ーンと呼ばれるフードをかぶった生物に不信感を抱いており、二人を手引きして脱出することになった。宇宙港で見慣れない高速船に乗り組んだ三人。初めての船だが、なんとか春は操縦することができた。向かうことにしたのは、マゼラン星雲方向である。やがて三人には疑問が湧いてきた。 この船を選んだのはなぜか、春が操縦できたのはなぜか、マゼランに向かったのはなぜか。それは、母案がこの船に乗っており、それが三人の精神を操っていたとしなければ、説明できないことだった。同情している母案を殺すため、宇宙船は恋に墜落させられた。乗っていた母案は死んだが、船は失われた。しかし、この惑星の非人類種族を運搬するための、 宇宙船があることを知った一行は、ショール艦の疑瞞作戦によって何とか船を手に入れた。数々の危機を乗り越えて、ホマロートに到着した三人。ゴードンは、私は、ショール艦に助けられた。その代わりに彼を助けると言い,い、これをリアンナに約束させた。会議の席では、ホマロート艦隊だけでは、辺境白艦隊に対抗できないこと、帝国には、 救助を求めているが帝国艦隊が到着するまでは時間がかかることなどが報告された。ついに辺境白艦隊が進撃を開始した。宮殿の周りには対空ミサイル陣地も設置される中、嬉しい知らせもあった。ヘラクレス弾射領の艦隊がホマローと救援のために全速力で向かってきているという。交代を続けるホマローと艦隊の脇を抜けて、 非人類種族の兵士を積んだ貨物船が続々と着陸してきた。都市には、辺境白と非人類種族がなだれ込み、宮殿にも侵入してきた。ナラステインとサイン・クライバーもやってきた。しかもクライバーは、母のブリルを連れていた。ブリルは、ディスラプターの秘密を探るため、ゴードンと融合することを要求した。融合とは、お互いの体を接触させ、 精神の奥深くまで探ることである。ゴードンとブリルは融合し、互いの精神を見せ合った。ブリルは言った。この男はディスラプターの原理を知らないと。ゴードンもブリルの精神から弱かった母アンがどのようにして惑星を支配し、マゼラン成分を支配したかの歴史を知った。何よりも重要だったのは母アン艦隊が隠れている場所の情報だった。 その時宮殿の隠し部屋にいた春と交換が現れ、クライバーとテインを撃った。崩れ落ちるテインの姿を見て驚く、非人類種族に対して省力感が叫んだ。辺境白たちが鳴らすテインを殺した。鳴らすの仇を撃て、辺境白と非人類種族は同志打ちを始めた。その隙にブリルを殺したゴードンは通信センターに直行し、帝国艦隊を率いるザースに、 母アン艦隊の位置を連絡した。ベラスパーの外れの先と、帝国艦隊はそこへ急行した。やがて宮殿を震わせるような轟音が上空から響いてきた。救援に向かっていたヘラクレス団舎量領の艦隊が到着したのである。彼らはオースティヌス流星群で辺境白艦隊を撃破し、ホマロート艦隊の残存部隊と共に首都の上空にいるという。 非人類種族たちは宮殿から逃げ出していた。巨大な宇宙船艦が轟音を上げて飛び回る中で、時間だけが過ぎていった。やっと、ザースからの連絡が来た。片付いた。ハハーンは壊滅し、残りはマゼラン成分へ逃げた。後で聞いた話によると、ザースは何も見えない空間にディスラプターを放射して、ハハーン艦隊を隠していたエネルギーの盾を破り、 次には艦隊めがけて放射したらしい。続けてザースは全兵力を集めて奴らを追い支配する世界をすべて撃破すると言った。非人類種族たちが鳴らす定員の死体を宇宙船に運ぶ姿を見ながらリアンナはマろうと王国はまた生き返ると感じていた。母がいなくなればそれは十分に可能だった。ショールカンがリアンナに言った。疑瞞作戦で 宇宙船をぶんどった時の乗組員と宇宙船が無傷で残っている。それらを使って辺境白の領土へ行かせてくれと。乗組員らはサインクライバーに従ってこのようなことになったのを後悔しており新しい指導者のもとでやり直したいと言っていると。リアンナが言った。あなたは辺境に騒ぎを起こして私を後悔させるかもしれない。それでもりは返します。ショールは リアンナの手に接吻し、ゴードンと春の手を握ってから立ち去っていった。天界の王冠末顕筆の作家ハミルトにより、時間と空間との冒険冠末観光予定より、ありがとうございます。